州ローエルで育つ大学は、ボストンカレッジ、アメリカカトリック大学に進学した。アメリカカトリック大学では演劇を専攻し、芸術学士の学位を持って卒業。なお在学中に、フラタニテイ、ファイカッパシータへ入会している。マクマホンは15歳の時、メイン州のビンゴホールで読み上げ係を務め、司会所業の礎となるキャリアをスタートさせる。 その後、初めて放送業界の仕事に携わったのはローウェルに、ある、AM ラジオ局、WLLH であり、1960年代に、入ってから、NBC 系列のテレビ局他をでテレビ業界の、職に就く。その後、ジョニー・カーソンが司会のクイズ番組、Who Do You Trust? でアシスタントを務めてから広く、世間に知られるようになり、 1962年から1992年まで続いた人気長寿番組トゥナイトショーでもジョニー・カーソンのアシスタントを務めて人気を博した。その間、いくつものテレビ番組で司会を務めたほか、テレビコマーシャルへの出演も数多い。自身が司会を務めたオーディション番組スター・サーチは2002年から2004年にかけて司会。 アーセニオホールによりリメイクされた。また、いくつかの映画作品にも出演している。主な作品は、ある戦慄、おかしな泥棒ディックジェーン、ハイスクールウルフ、バターフライ、奥様は、魔女など。2009年6月23日、アメリカ合衆国ロスアンジェルスのカリフォルニア大学ロサンゼルス校、ロナルド・レーガン記念病院にて生居。86歳没。 テレビ業界で活躍する一方、従軍の経験も持ち合わせている。第二次世界大戦中に、海兵隊で戦闘機パイロット訓練を受けて、教官やテストパイロットを務め上げた後1946年に予備軍から除隊。大学卒業後に、再び海兵隊に入隊してから1953年2月、朝鮮半島へ派兵された。 1966年に除隊した、イの最終階級は、海兵隊予備軍大佐、カリフォルニア州空軍事務所であった。ありがとうございます。